ECMA スクリプットは、i c m インターナショナルの下で標準化手続きが行われている JavaScript の規格。ISO、IECJTC1 は、ISO、IEC16262 として、日本文字 X3060 として、規格を定めている。ECMA スクリプット仕様は、i c m インターナショナルにて、ICMA-262 という規格番号で、 標準化されている。改定にあたっては、版が更新されている。6エディションから ECMA Script 2015使用の名称に発行年が付加されることになった。以降、ECMA Script は毎年改定されることになり、以降特定の版を指す場合は、エディション名ではなく年号付きの使用書名で呼ばれる、ことが推奨されている。 ECMA Script にはいくつかの拡張が存在する。ICMA は ECMA Script のためのコンパクトプロフィールも定義した ESCP あるいは ICMA327 として知られるリソースの厳しいデバイス用にデザインされている。ECMA Script のいくつかの動的な機能はオプションにされている。これにより処理系はプログラムの振る舞いに対してより多くの過程が できるようになり、その結果、より良いパフォーマンストレードオフを実行時に得ることができるようになる。HDDVD スタンダードは ECMA スクリプットコンパクトプロフィールに準拠し、完全な ECMA スクリプットの支援をより少ないメモリのデバイスで実行できるよう採用している。ECMA スクリプットはウェブブラウザをはじめとする多くのアプリケーションでサポートされている。DOM との連携は、 ドキュメントの操作を可能にする。ECMA スクリプト4は過去2回使用作成が挑戦されたが、使用がまとまらず、失敗に終わっている。2000年から2003年頃行われた。主に、旧熱ケイップ社とマイクロソフトによって行われたが、意見がまとまらずに、打ち切りとなった。この時の案はアクションスクリプトへと引き継がれた。2007年から2008年頃、2回目の 使用作成が行われた。大きく機能を追加される予定であったが、意見がまとまらず、2008年8月13日に、小規模の改善にとどまる ECMAScript 3.1を進めることとなった。使用は、http://www.ecmascript.org/.docs.php にて公開されている。 以下のような予定があった。ありがとうございます。